飛び出せトゥートゥキパーティー、じゃんけんぽん。チョッキー、どうしたの？デザートのイチゴをもっと映えるようにしたいんだけど、どうやったら映えるのかわからなくて。なるほどね。あ、じゃあ私がポポッと簡単おしゃれなバイバイイチゴに変身させてあげる。バイバイイチゴ、うんうん、知りたい。じゃあバイバイクッキングスタート。普通のイチゴをポポアリンがあっと驚くバイバイイチゴに大変。ポポアーリンのバイバイクッキング。まずは材料です。じゃじゃん。ヘタを取ったイチゴとチョコレート、あとは小さいマシュマロだよ。チョコレートと小さいマシュマロ、どうするの？早速バイバイポイント。イチゴのとんがってる方にチョコレートをつけます。チョコレートはお家の人に溶かしてもらってね。見ててね、いくよ。うん、こんぐらいかな。おー、あ、こんな感じ。いちごの3分の1くらいまでつけるのがポイントだよ。何ができるんだろう。またまたバイバイポイント。いちごのチョコレートのついていない部分に点々を描いていくよ。点々？そうだよ、すぐわかるよ。ちょっと待っててね。うん、まず描いてピンクと、あ、ハートにしちゃおうかな。一個だけハート。なんだかわかる？なんだか見たことあるような。あと少しで完成だよ。みんなは何かわかるかな？あとはマシュマロを2つくっつけます。マシュマロはこのチョコレートつけたところにつけてね。チョコの上に置く感じね。そしたら黒いチョコペンでお目目を描いて、じゃじゃーん、完成。あ、わかった、テントウムシだ。正解。ポポッと完成、テントウイチゴムシ。ハートやニコニコの目を描いて盛り付ければ、おしゃれなテントウムシたちがお皿の上でおしゃべりしているみたい。お弁当に入れたらみんなの注目の的だよ。ほんとだね。じゃあ今度は七星テントウじゃなくて20夜星テントウを作って。28？ ちょっとそれは無理。